これこれこれ、この幅。何これ、普通の中でこの箱が入ったんですよ。実はここしか待ってる。皆さん、こんにちは、アイリです。今日はですね、ユニクロで購入したものを紹介しようと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。はい、ということで今回ですね、ユニクロで購入したのはちょっと前に JW アンダーソンとコラボしたお洋服があって、その中でね、可愛いな、欲しいなっていうものがあって、ちょっとポチしたものがあるんですよ。で、今回ネットで買ったものと、あと店頭で買ったものもあります。だからどうしてもこの商品気になるけど着てみたいなと思って店舗に行って買ったものもあって、そうなのでそんなにたくさんはないんですけど紹介していきます。まずはちょっと店舗で買ったものを紹介しようかな。はい、そう、これはね、私ね、店舗で着てすっごくいいなと思ったので、かなりおすすめ。もう着る前から、出す前から早く出してって感じ。そう、出す前からおすすめしちゃってる。はい、まずね、まずはこちらです。これ見ないと名前がわからないから。これが、スムースコットンドルマンスリーブティ、七分袖で、ホワイト M サイズ1500円。安ってよね、1500円。さあ、Tシャツ生地っていうのかな、割と毎年こういうの出てると思うんですけど、今年のね、この形もすごく可愛くて、ちょっと立ちますね、立っちゃう。そう、こういうね、なんかシンプルな、まあ、T シャツって言っていいかしら、ドルマンスリーブティーだから T シャツですよね。そう、T シャツなんですけど、ちょっとね、このドルマン袖になってることでおしゃれ感が出る。そう、ちょっと違うの、ノーマルな形とは違って、で、いくつかこういう T シャツ生地の商品売ってたんですけど、ユニクロでいろいろ着た中、私これが一番可愛いと思った、すごくこの年代なのか、私の体型なのか、まあ、形とかにもよると、形体型一緒か、そう、形にもよると思うんですけど、でね、これがね、なんかシンプルなドルマン T シャツなんですけど、バックスタイルですね。そう、1本線入っちゃってる。そう、1本線入れてくれてるの、ここ、このこれがおしゃれよ。この1本の線が、そう、1本の線だから、まあ縫い目っちゃ縫い目なんですけど、これがね、私は好きなの、好きなの。そう、こういうのが好きなの。何もないんじゃないの、この1本線入っちゃってるの、それがすごくね、おしゃれポイントと、あと袖ですね。そう、ここの袖にリブって言っていいのかな、これこの幅、袖幅っていうのかな、ここが大事。そう、これ好きなんですよ、私。なんか自分の好きばっかり言っちゃってますけど、ここ結構大事で、まあすいません、いつもね、私この前のユニクロの動画でこうまくって紹介しちゃったんですよね、来た時に。すいません、ちょっとこう伸ばさないとね、わからないですよね、わかりづらかったなと思って、今日はちゃんと伸ばして紹介しようと思ってるんですけど、私結構こう袖をキュッて上げるのが好きで、こういう感じの袖を作ってくださると上げやすいんですよね。それも気に入って、はい、この T シャツ1個ですごく厚く語っちゃってるんですけど、そう、これがね、すごくいいなと思ってもう1個買った。そう、これがね、同じサイズのダークグレーです。そう、ダークグレーも使えそうだなと思って、ちょっとこれもね、後で着てみますね。 GU で購入したジョガーパンツを合わせて着てみようかなと思ってます。そう、これもね、後ろ1本線入っちゃってる。そう、1本線入っちゃってるんですよ。これが、いいんですよね。で、サイズもね、いろいろ着てみました。ちょっと大きめかなと思ったので S サイズ着てみたら、ちょっとね、S サイズだと私にはゆとりがなさすぎて、で、L だとちょっと大きかったので、今回 S、M、L 着た結果 M サイズにしてます。はい。ちょっとこれ後で着ますね。ちょっともう1個目から語る。だってもうこれ良かったもん、すごく。そう、後で着てみますけどね、まだ着て見せてないから良さもあれな、あ、でも着て、イメージが崩れちゃったらごめんなさい。でもね、良かったの、これ良かったから、ちょっと、まあ、ぐずぐず言わずにね。ね、次が、こちら。UV カットクルーネックカーディガン、42番イエロー L サイズ2990円です。このね、 UV カットクルーネックカーディガンっていうのはもうユニクロの定番のカーディガンだと思うんですよ、毎年出ている。で、その中で今回この出ていたイエローのこのカラーが可愛いなと思って、なんか今年イエローが人気なんですよね。で、そのイエローの中でもレモンイエローとか、こうパキッとした黄色も人気かもしれないんですけど、なんか今年すごく着てるカラーはちょっとこういうベージュに寄ったような黄色なんですよ。
そうなんですよっていう、私だ誰から目線か、誰のなんかすいません私何様なんですけど、こういうねもう少しベージュ寄りのイエローも人気だし、くすみイエローみたいな、かといってすごくくすんでないの、絶妙なこうイエロー加減っていうのかな、イエロー加減もう言葉出てきてないなそうなんかね、あの私がなんとなく伝えたいことが分かっていただけたら嬉しいんですけど、ちょっとベージュ寄り の黄色すぎない、あの合わせやすいお洋服とも合わせやすいこの黄色のカラーが今年本当に人気だなと思っていて、そうでユニクロに行ったらこのカラー売ってて、ちょっと可愛いなと思って、さっきの白い T シャツにちょっとかけちゃったりなんかして、そう合わせようかなと思って、そうなんかあのモノトーンのコーデも私好きなんですけど、モノトーンのコーデにちょっとこう色を入れてあげるだけでまたね雰囲気がすごく変わるので、さっきの T シャツに 肩からね、後ろからこう優しく肩からかけちゃおうかなと思って、うん、ちょっとそれも後でやってみます。はい、であの L サイズにした理由はこれが一番私の体に合ってたから、あのパツンパツンすぎず緩すぎずいい感じにあの着られたので、そうあの肩掛けだけじゃなくてこう実際に着てみて、そうこの L サイズが良かったので、なんかもう伝えるの下手くそだな私、なんて紹介したらいいか、もう語彙もないでしょ、語彙力もないでしょ、本当にあのニュアンスだけでなんとか伝えようとしちゃってる私がね、なんかすいません本当にニュアンスのみで、はい、あそうそうそう、で次ですね、そうあの JW アンダーソンのお洋服が欲しかったって言って最初から全然 JW出てこないっていう、ごめんなさい、 JW アンダーソンの商品で私のものは一つだけですね、いろいろ気になったんですけどこれが一番気になった、こちら T シャツです。いやちょっと待ってよ、これねちょっとネットで買ったんですよ、ちょっと嫌な予感する、私ねこれ S サイズにしたんです、ちょっと商品名言いますね、フレムヘアティー半袖01オフホワイト S サイズの1990円、私ちょっとこれサイズ間違えたな完全に、なんか実際にこうネットで見てた時に M が大きそうだったんですよ、普段は M なんですけどちょっと大きそうだなと思って S にしたんですね今回、でもこうやって合わせてみるとパッツンパッツンかもしれない、お正月ぶりのギュンギュンが出る可能性がある、今なんかちょっと怪しかった、ああどうしよう、ちょっと M サイズにしとけばよかった、なんかねちょっとこの年代っていうのとこの体型に合わせるにはあんまり大きいものを着るとちょっとこうだらしなく見えちゃう時もあって、そうなので割と程よいフィット感とあとも程よい緩みが必要なんです、これ難しいんですよ、これ私も自分で課題なんですけど、緩すぎちゃってもダボつきすぎちゃっても、まあそっちに振ればいいんですけどね、カジュアルでこうダボダボの感じを着るっていうのもありなんですけど、なんかちょっときれいめに見せたい時にちょっと大きすぎるものを買ってしまうとちょっと私には合わなくて、なのでなるべくねちょっと程よいのを選ぶようにしてるけど、ちょっとかもういいや、これしゃべってずっと喋ってる、もうごめんなさい、もう友達だと思って聞いてください、一人であの人喋ってるわっていう感じでラジオ感覚で聞いてください、そう一人で喋ってる、そうちょっとまあとりあえず着てみる、うん着てみるけど、でもねちょっともうちょっと紹介させて、これあの一人で大きさのこと言っちゃってましたけど、とにかくこの裾が可愛いですよね、そうアシンメトリーが好きだから、このアシンメトリーの裾がとにかく素敵だなと思ってネットでポチしました。で今回こう開けてみて分かったんですけど、これすごい、これここの縫い目、これまたちょっと変わってますね、縫い方がね、今開けてみて初めて分かりました、そうここの縫い目ちょっとおしゃれ、よく見る縫い目とは違う、波縫いとは違う、そんな感じで、しかもねこの下のこのフレア部分、つなげてある部分は生地感が違いますね、あちゃんと見てなかった、そう上はね T シャツ生地なんですよ、多分綿なんですけど、下がねサラサラ生地で、ちょっと生地見とこっと、本体は綿100で、この下のキラキラ部分は 64% ポリエステルで 36% 複合繊維かっこポリエステルって書いてある、複合繊維かっこポリエステルと何が入ってるんだろう、はい、そんな感じで、なのででもこれあのデザインがねすごく素敵なので夏に活躍するんじゃないかなと思って、あと着丈があるからちょっとこうシールとか隠してくれるかなと思ったんですけど、あのどうかな、サイズ感を間違えたかもしれません。
あ、これメルちゃん入ったな、こん中。ちょっと開けておいといたから、メルちゃん入ったらもうメル毛がすごい。国分さんのお洋服メル毛がすごいな、これ。ちょっとコロコロしてから紹介しよう。はい、で、私のものは以上で、国分さんと、あと、靴下だけなんですけど、ココちゃんの靴下も買ったので、ちょっとそれもね、さらっと紹介します。で、国分さんも、この JW アンダーソンの洋服買ったんですよ。で、なんか、男性ものっていうのかな、メンズすごく可愛かった。これ、ポロシャツです。ね、可愛いですよね、これ。これが、コントラストカラーポロシャツ、69ネイビーの M サイズ、2990円です。そう、この襟だけ、赤いカラーで、ネイビーのこの感じがすごく可愛い。そうでね、襟もね、この赤いカラーだけじゃなくて、ちょっとこのグリーンのラインが入ってるんですよね。これも粋。うん、可愛い。ちょっとポップな感じですよね。コクンさんに合いそうだなと思ってこれ買いました。ちょっとね、コクンさんの靴下も買いました。なんかこの JW アンダーソンの靴下すごくおしゃれね。これあのメンズじゃなくて確かユニセックスだったと思うんですけど、そう、この靴下可愛いですよね、デザインが。でもう一つこれです。コクンさんはねネイビーとか青いお洋服とかが多いので、ちょっと靴下もこういう感じの青っぽいカラーにしました。そう、かわいい。こっち気に入ってる、すごく。うん。なんかね、素材もすごくいいですね。あ、これ値段言ってなかった。これね、390円です、一つ。レギュラーソックスって書いてあります。で、次、ポポちゃんの靴下。はい、これですね。こっちが、商品名ないんですけど、69ネイビー。こっちが03グレーです。こちらは、ちょっと短いタイプですね、靴下。で、こっちはちょっと長いタイプです。かわいいなと思って。はい。そろそろね、暖かくなってきたのでいっぱいね、お散歩行きたいなと思って。はい、あとあのちなみになんですけど、これはね、買った商品じゃないんですけど、ネットで購入したらね、この箱が入ってたんですよ。実はここしかまだ見てない。なんかカップっぽいものが入ってるのかなと思って、ちょっと一緒に皆さんと見たいなと思って、ちょっと開けるの我慢してたんですよ。ちょっとこれ、なんだろう、何も書いてなかった。ユニクロのネットにはね、なんかいくら買ったらこれつきますとか何も書いてなかったんですけど、これ入ってて、ちょっと嬉しい、こういうの。おまけ付きみたいな。あ、いや、カップはカップなんだけど、かわいい。ユニクロコーヒーって書いてある。なんか、スタバみたいな感じ。なんか、多分これスタバで飲んでても気づかれない説。スタバカラーだもんね。そう、ごめんなさい、ちょっとスタバって言ってますけど、なんか、ユニクロの可愛いあのユニクロコーヒーのカップ、マグカップと、あと、ドリップコーヒーつけてくれてる。すごい、ドリップコーヒーとコップが入ってました。はい、ということで、ちょっと私が買ったものはそんなにたくさんないんですけど、一回着てみようかなと思います。はい、着てみました。どうでしょう。ちょっと、あ、ごめんなさい、ちょっとこれね、袖伸ばした状態です。よくないですか。なんか綺麗めなんですよ。 T シャツなのに綺麗めなんですよって思ってるんです、私は。私モニターしか見えてないので、ちょっと近寄りますね。ちょっと近寄るとこんな感じで、ちょっとこのノルマン袖もすごくいいし、なんかね、パッと着られて、でもなんとなくちょっと綺麗めなんですね。なんですねって自分で言っちゃってますけど、そう、それでいて着心地がいいんですよね。そう、私これすごく可愛いと思う。また袖めくりたがりだから、袖こうやるとこんな感じ。そう、またこういう感じも私好きで、くしゃくしゃって感じね。そう、伸ばすとこんな感じ。そうで、丈感もね、いいんですよ。まあもちろんインして使ってもいいと思います。そう、でもちょうどね、こうギリギリお尻っていうのはヒップラインとかが隠れるので、すごくいいゆとり感ですよね。かといってすごいダボダボの感じもなくて、結構すっきり見えるんですよね、これ。そう、いいと思う、これは。これは買い。可愛いの見つけたと思った。そう、すごくヘビロテしそう。あ、これいい。これいいよ、本当に。おすすめ。うん。もうユニクロにこう、アイリーおすすめって書いときたいぐらい、これ。すっごい好き。で、前に GU ばっかりですけど、GU のジョガーパンツのグレージュっぽいカラーを履いて、さっきの上、ダークグレーのこうノルマンティー着てみます。そう。もう GU のこのジョガーパンツもヘビロテで、ちょっとこれで合わせてみますね。ちょっとごめんなさい、着替えてくるって私言ったんですけど、これに合わせたい。そう、この白い T シャツの上からこのさっきの
黄色のカーディガンを合わせたいなと思って今ちょっと戻ってきたと思っていたんですけど、こういう感じ、あの後ろからね優しく包んでほしい、包まれたい、そうこんな感じでね、ちょっと白と黄色を合わせたいなと思って、もうこれだけで一気にね雰囲気変わりますよね。そう、可愛い黄色にこの白に黄色を合わせるのめっちゃ可愛いなと思います。もちろんこの T シャツじゃなくても他の合わせ方もいっぱいあるんですけど、可愛い、うん、シャツブラウスとかにも合わせてもいいですよね。はい、こういう風に合わせたかった。なんかこの柔らかい黄色すごくいいなと思います。はい、ダークグレー着てみました。そうで、下はね自由で購入した、前にね大興奮で紹介した自由のジョガーパンツ履いてます。あ、ちょっとゴミ落ちてるな、ちょっと面積になっちゃった。はい、このダークグレーもすっごく良くないですか。ねえ、ボーちゃん良かったよねこれね。そう、これもいい、また雰囲気変わりますよね。それでちなみにね、今ちょっと見えているネックレスはこの前エアグランで発売したパールのネックレスなんですけど、それをね合わせてます。そう、このねイヤーカフとチャームもエアグランドです。そう、これもね T シャツとかに合わせたらすっごく可愛いなと思って、そう、もう気に入ってます。はい、こんな感じで、そう、可愛いこれ。そう、なんかねこの丈感もすごいちょうどいいですよね。で、1本線入ってるから、ここの1本線すごい好きな感じです。あー、よかった、これ本当におすすめ。なんか入ってますけど、はい、で最後にねちょっと一番心配な JW アンダーソンの T シャツ着てみる。パツパツかもな、あれな、見る。気になるね、紙袋ね、ガサガサしてたね。はい、 T シャツ着てみました。もう一個あげてもよかったかもな、どうかしら、どう思います。店頭に買いに行けばよかった。そう、結局それにつけるんですけど、私なんかネットで買ってしまったんですよね。なんかもしかしたら売り切れるかもと思って、そういうのいち早くちょっとネットで買っちゃったんですけど、今ちなみにブラトップで合わせてます。だからもう少し上に上げるといいかも。このバストラインもね、ちょっとこんな話しちゃうとあれですけど、どうかな。なんかこのここの肩周りとかは S サイズでも良さそうなんですよね。そう、でもこのウエストラインだともう一個上げてもいいかなと思うから、ちょっと微妙なラインだなと思ってます。ダメルちゃん尻尾だけ登場して、でもまあもう少し私もスリムになればまたさらに見え方も変わってくるかもしれない。私が頑張ればいいんだ、もうちょっとね。そう、でもデザインが本当に可愛い。ここのデザインがすっごい好きな感じです。これ夏に活躍しそうですね。あ、そうだ、ちなみにさっきのカーディガン羽織ってみます。まだ羽織ったところお見せしてないですもんね。ちょっと黄色いカーディガン羽織りますね。ここの上に合うかちょっと分かんないんですけど、ちょっとこれを上に合わせました。これに合うかどうかちょっと別置いといて、ちょっとこれに合わせて着てみました。カーディガン L サイズのカーディガン羽織るとこんな感じです。羽織って着るにもいいですよね。なんか M サイズ着た時にちょっと多分今の私の体型だとちょっとこうパツンパツンに見えたので、ちょっとゆとりのある感じで L サイズを買いました。はい、こんな感じ。はい、ということでユニクロ購入品を紹介しました。そう、私今回購入してすっごく気に入ったのはもうこれ、そこのシリーズドルマンスリーブティー。多分ね今までもあったかもしれない、毎年出ている商品なのかもしれないんですけど、そう、今年の T シャツすっごく気に入った。これはヘビロテの予感です。はい、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。あ、そうだ、私今日寿司三昧やってない。そうだそうだ、今日はやってないからちょっとここでやっとこう。誰も望んでないかもしれないですけど。